はようございます。カナンダ農園の川崎康弘でございます。今日も竹ひごを作っていこうと思ってます。今日は2022年2月18日土曜日です。今、長女も次女も小学校に行ってるので、遊びに行ってるので、時間ができたんで、これ一本竹ひごにしようと思ってます。これ一本どれぐらいでできるのかなって、ずっと思ってたんで試しています。今10時35分、午前10時35分。よっしゃ、いきます。だいぶこの包丁の扱いにも慣れてきて、いろんなところを怪我したけども、ちょっと怪我する回数が減ってきました。よっしゃ、もっともっと慣れて、五右衛門のようになってやろうと思ってます。石川五右衛門のように。よっしゃ、いきますよ。まずはどんな竹でも半分に切らなくちゃね。こうか、この辺ね。あ、ごめんごめん、音鳴ったね。あそこにいてる、ミカちゃん帰ってきたら分かるね。あ、そうやね。あそこ、母さんが言ってた耳鼻科行ってこう思ってな。ああ、女の先生、男の先生、八川耳鼻科。そう、八川。ああ、男の先生。うん、うん、怖ね。全然怖ない、怖ない。うんほら、帰ってきたらまだ出たってくれる。あ、迎える、迎える、多分迎えに行くと思うし。あ、そうなの。うん、はいはい、ありがとう、ありがとう。土曜日多いんちゃうかな。多かったら帰ってくるわ。ああ、そうし、待ってる時間ももったいないし。そうそうそう、ね、平日だったらめっちゃ少ない。ほんまに、ここだけ行ってくるわ。行ってきてみ、うん、このまま入れへんかったぐらいの時あるから。自転車いっぱい置いて。そうそうそう、ちょっと覗いて。うん、そして帰ってくるわ。はい、そうも良さそうよね。そうやね。あーかもしれんね。天気悪かったりしたら。気候的観測で。お前。あ、閉めとったのか。はいはい。老眼っすかこれ。眼鏡かけない方が近いとこ見やすいのはきっとこれ老眼なんでしょうね。
がだいぶスピードアップしたように思います。見ててくださいよ。
ちゃくちゃ速くなったでしょ。この包丁のおかげっす。もちろんこの包丁で初めからやってたらここまで速くならなかったと思うんですね。やっぱり初め刃こぼれボロボロのナタでいろんな体の部分を部位を削っていったので、その修行があったからよかったと思うんですけど、めちゃくちゃやりやすいこれ。ミスった。たまにこうやってミスります。ダメだ。たまにこういうの出るよね。なんでやろね。
やっちゃった。これ飛び越えるとき難しいね。飛び越えるときもやり方間違ってんのかな。飛び越えるときだけ半歩やってみます。